はい、2016年1月の24日、16時近くですね、私の下に降りてきました。すごいもう雪ですね。城南線ももう真っ白です。本当に走ってる車も少ないですね。もう真っ白ですよ。もうバスは全部、タイヤチェーンつけてますね。ちょっと歩いていってみましょう。あそこを右に曲がると、あそこの角を右に曲がると、非常に雪が積もってますね。そうね、タクシーなんかはチェーン巻いてるのが多いですね。これだけ見るととても九州の福岡市とは思えないですね。はい、バスはこういう風にタイヤチェーンをつけてますね。どうですか、これをこっちに曲がるともう真っ白ですよ。本当にこれだけを見てると福岡っていう感じがしないですね。ここは交差点です。ということで報告終わります。さようなら。